俳優の松島菜々子50が10日東京国立博物館表敬館で行われたカルティエと日本半世紀の歩み結結び天美と芸術をめぐる対話オープニングイベントに来場したセンターストーンに約17カラットのサファイアが輝く約2億4000万円のネックレスなど約3億円のジュエリーを着用胸元ざっくりでシックな装いもゴージャスさを際立てた ハイジュエリーに負けない輝きを見せた松島はカルティエの昔からのアイコンが施されていて歴史を感じると笑顔を見せていた本店はカルティエが日本に最初のブティックを開いてから50年を記念し12日から7月28日まで同会場で行われるものメゾンと日本を結ぶ様々なストーリーを紹介する本店は左右対称の構造をなす表形館を舞台にカルティエと日本 そしてカルティエ現代美術財団と日本のアーティストという二つの絆を紐解くものとなっている。イベントにはその他、今田美桜、内田矢也子、江口洋介、小沢幸義、角健人、香取慎吾、北野武久保田正隆、鈴木穂波、戸田恵梨香、山田裕樹らが来場した。